さあ皆さんこんにちは、シンプルでカジュアルヨロです。まさのしん、まあ、ちょっとね聞いてもらいたいんですけども、はい、まあ、ちょっと私事ではございますが、うん、最近とうとう彼女ができそうなんですよね。マジで？ああ何があったとよ。まあ、この前ちょっとねバイト先の女の子から、うん、まあ、ヨロさんって面白いですよねって言われたんよ。おうおうおう、まあ、これって俺のこと好きってことやん。なんで？だってなんか他なんかないの？面白い人が好きって言ったけんさ、その、うんうん、もうやけんもういつ告白されてもおかしくない状況にあるわけよね。いやお前女と付き合ったことないんか。お前なんでそんな自信過剰なんやお前。ええっ、嘘だろ。どうしたわ、サノシン。46の自信過剰の心に反応してポケモンたちの特性が全員自信過剰になってやがる。まあ、トレーナーとポケモンって似るって言いますからね。いやそんな犬みたいな理論ないよ、飼い主に似るみたいな。はい、ということで今回は自信過剰統一でございます。はい、やっていきましょう。はい、ということで初戦の相手翔さん対戦よろしくお願いします。お願いします。まあ、自信過剰のね、うん、特性をね6体集めたっていうだけのね、うんうん、まあ何のひねりもないパーティーでございますが。そんなこと言うや、戦う前から。うん、ただ自信過剰統一でねロマンがちゃんとあります。ロマンがね、はい、はい、それねお見せできればなと思います。はい、なるほど。ここ開演時から、はい、こう積んで積んで、これは出しがちなんですね。これ出しがちなの？まあちょっと今日の開演時は、うん、まあ主にねミメッキを意識した鬼火型物理受けとなってますよ。あ、なるほど。ああなるほどなるほど。ここで鬼火を入れることにより積んで積んでは役割なくなると。はい、うん、まあ岩技の通りがねうちちょっとねめちゃめちゃ良かったんで、はいはいはい、まあ積んで積んでは、うん、先に積んでおきたかったかな。やったなお前。あー、やったよ。積んでは先に積んでおきたかった。はい、やるわ。うふぅ。さあこれでも積んで積んで機能停止なんで。なるほどね。はい、まあトリックルームも簡単にね時間稼ぎすることができると。なるほど。うわ、はい、硬い。まあ、しっかり物理ね振ってるんで、うん、すごいな。もう急所でこれですから。あー、たまんねえな。はい、そしてお返しを解放者。おお、行ったで行ったで。おい、おお、すごい。結構入んな。入るね結構。さあここは、うん、まあ、積んで積んで落としに行ってもいいんですけど、うん、ちょっとここでホエールをして後続を見ておきたいですね。あー、なるほど。相手の裏をちょっと見ておきたいと。でもしここでホエールして後続出てきたときに、うん、もしかしたらなんかトリックルームから来てほしくないポケモンも来たりするんで。ああ、なるほどね。早いポケモンってことか。はい、そういうことです。ああ、なるほど。はいはい。なんでトリルカラシもなるし、うん、まあ、僕たちの作戦会議もねちょっと立てやすくなるんで。ああ、なるほど。珍しくポケモン対戦の解説をしてやがる、はい、ちょっと自信過剰マジ難しいんでね。うん、カエン自身全く関係ねえけどな、特殊やけん。ほんとそう、マジで。いやもうなんかリスナーの方にね、うん、あるリスナーの方にちょっと自信過剰のね会に作ってもらったんですよ。わざわざ。うん、これ夢特性なんでちょっとめちゃめちゃ時間かかるんですよね。俺たち裏で自信過剰なかったらもう闘争心でバレンケンいいやろとか言おうと思って。いや、めっちゃ言おった。うん。いやー、まあ本当ね、ちょっとこの会にしたマジねちょっと難産やったんで。難産やったんや、この会にし。ああ、大切に使ってやらないかって。はい、うん、そしてここは10万ボルトをしっかり透かしていく。おお、ここをマジカルシャイン打ってきとったらさすがに天才ポケモントレーナーと。いや、でもやっぱカエンジ氏のね未確認生物に対して、未確認生物じゃないけど、うん、ただやっぱりちょっと全然当たったことないカエンジ氏相手にね、うん、まあ、しっかり様子見の10万ボルト打ってくるのはまあ当たり前というかね、読めますよね。ああ、なるほど。うん、安定行動ってことね。安定コードは絶対取ってくる、うん、そういうポケモンに対しては安定コード絶対取ってくるんで。なるほど、その隙を見て、はい、我々は行動していくと。そういうことですわ。あー、素晴らしいな。そしてもうね、ここはもう自信過剰がね。うわすごい。いや、ここは安易でしたね。 あのさっきの翔さん、うん、まるで先ほどのヨロみたい。ああいや、俺はね現実世界めちゃめちゃ慎重な男だ、うん、間違いないな。ああまあ、ここねちょっと畑落としでミミキの化けの皮を剥がしていきます。はい、ここはギャラドスとかに引かなくていいの？いや、ギャラドスね今回威嚇じゃないし。あ、そうか、威嚇じゃないんや。あ、私はちょっとね、うん、効かないんですよね。ああ、なるほど。うん、はいはいはい、はい。まあ、さらに言うと、うん、おっと、気合いの助けか。あ、助け、ラッキーじゃないの？俺はラッキー、これはラッキー。よし、
しよ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 し。オッケーオッケーオッケー。まあカインジ氏がねちょっと相手見えてるんで、うん、ここでちょっとアインジじゃれつくは打ってこないかなと思ったし、なるほど、ここでまあじゃれつくだの Z が飛んできた場合、うん、まあ、ギャラドスにね、ギャラドス、ワルビラ落ちた後ギャラドスに変えて、うん、竜の前一回積んでしまえばね、なるほど、はい、カップ攻撃も落とせるんで、うわそういう算段があったんよ、そういうね、ちょっといろいろ考えました、うわもう勝ちやん、ああタスキ残っとるしやばいやばい、ちょっとね、いや、大体ワルビラはちょっとステルスロック巻くだけのね、うん、感じになっちゃうんですけども、はい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 、はい、こうやってワルビアルがまさかの3立てしてスタートするとはいいスタート切れたな、いいスタート切れてますよ、これは間違いなくいいスタートが切れていい、あさあ地震過剰の地震でね、うん、ああ相当地震じゃないけど、あしっかり自分自身に自信をつけてください、うん、うわもうさえすぎやろ今日、あポンポン出るやん、インが遅く出てやろ、はい、これはひとたまりもない、遅くの格好ゲボ、確かに何やこれトリルカで使う妖怪を、いや強引すぎるそれははい、ということで翔さん対戦ありがとうございました、ありがとうございました、さあマッチングしました、肉団子さん対戦よろしくお願いします、よろしくお願いします、ちょっとデブ検定1級のさ正寿司に聞きたいんやけども、ふむ、よこの肉団子っていう名前的に、うん、この人ちょっとデブと思うんやけどどうですかね、まあそうですね、右下の演武王の進化前ですかね、あーそうですそうです、うん、これをパーティーに入れてる時点でこの人はデブです、はいデブいただきましたありがとうございます、はい、デブいただきました、はい、てかこの右下の演武王の進化前名前何やったっけ、これ何これ、チャオブかな、チャオブやったかな、うわチャオブはめっちゃデブ名前クソデブやな、愛くるしい、俺も使おういやチャオブを使うやつはマジデブやろ、マジデブしかおらんやろ、マジであの愛だけで入れとんね、いや愛だけで入れとんね、だから自分の等身だやな、うん、チャオブこんぐらいなんかな、うん、まあとりあえずね今回選出はちょっとね目が同時選出になっちゃうんですけども、ほむ、まあワルビアルギャラドスカイロスでいきます、大丈夫な目が同時選出というの、まあちょっとね威嚇がいない分ね、メガミロップがえげつなく重たいんですよね確かに冷凍パンチ持ちやったらねボーマンダも吹っ飛ばされるしね、うん、なんでまあギャラドスでメガミロップとの対面を作り、うん、まあ引かせるもしくは倒して、うんうんうん、まあカイロスでね起点が多分出てくるんで、そこでなるほどレヒレとかね、はい、はいはい、カイロスで絶対に1回積みたいと、はいはいはい、なるほど、なんでギャラドスをまあおとりにするというね、そういうことです、素晴らしい戦術だ、はい、まあ積み構築ちょっとね起点をしっかりと決めてそいつ出させんとねいけないんで、確かにそうね、はい、ちょこれ豆ね、豆豆知識ね、うん、いや豆知識のこと豆は言わんやろ、言わんかね、メモって言ってこれメモねとか、いやメモねはなんか、うん、長時間出るけどいやいやいや豆はねめちゃくちゃ頭悪さきやめとけ、あ、オッケーオッケー、わかりました。これメモしとけよ。オッケー、これでいい。いや、教授感強っ、うん、遅っ、モルトロス遅っ、足遅っ、ただ耐久吹っ取る割には確定2発、わあ、なるほど、さすがワルビアル、いや、ワルビアルの岩石封じ3回、2回大調整とかにしとかんとさ、いや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 、この世にそんな調整するやつ一人もおらん、さあ、ここで Z の無駄消費エンジェルですわ、いや、助けですから関係ないと、うん、いやちょっと Z の無駄消費についてねちょっとね説明しておきましょうかね、はいはいはい、初心者にも分かりやすい解説をお願いしますみたいなこともね多々言われることあるんであれマジでね、あれ歯食いしばるよね俺たち、できんすぎて、うんうん、お願いします、ちょっと挑戦してみると、うん、まあなんか脅威がなくなる安心感もあるし、うん、もうまあ一番は持ち物がバレるね、後続の、そうね、もし裏にあの Z2 枚センス人たちも持ち物ないのと同じやけどね、そうそう、ミメッケとかやったら、うん、あ、こいつちょっと Z じゃないかなとか思ったりもするんで、うんうんうん、はい、そうね、そういう立ち回りができると、はいはい、助けかもしれないね、 Z ね、隠し持たれる方がちょっときついですもんね、あ、そうね、間違いないね、うん、まあただ Z で負担かけていってっていうねことも、うん、まああるんで、はいはいはい、まあまあなんか所定で Z をぶっ放すのが悪いとは言いませんけども、うん、まあちょっと考えながら使おうよと、はい、そういうことですはいはいはい、まあここはステロデが落とされていいんで、そうね、うん、ああ、まあちょっと威嚇じゃないんでちょっとギャラドスの後出しはできませんあの威嚇統一やったらどれほど良かったことか、いや実際威嚇統一って相当強いやろうなとは思う、てか
なんでさミミロップ出せるやろ、威嚇、いやあんだけ威嚇って、いや思った本当に。いやただ冷凍パンチ覚えとったら多分刺さってると、ああまあ、ね、見えるじゃん、うん、そうね、うん、だって格闘技と、うん、結構刺さりはめちゃめちゃ良かったんで、そうね確かにそうだ、うん、はいはいはい、まあ来るんですよねこうやって。ただこれ結構46の頭の中通りに試合展開運べてるんじゃない。いやそう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 、うん、なんかね一回ミミロップとね模擬戦というかね、ちょっと一人で潜ってる時に、うん、ミミロップと当たった時ちょっとミミロップにボコボコされたこれはやべえと。いや威嚇をばっかやろうし、うん、相手からしたらね、うんうん、ミミロップ出てこいやろうと思ってちょっと舐めとったんですよなるほどね。そしたらミミロップに三立てされるっていうね確かに止まんないね、うん、止まんなかったんでちょっと今回はミミロップ厚くしてみましたけど、なるほど、うん、それが功を奏したというか。オーケーオーケー、ここいいじゃないの、うん、やっぱ反省を生かそう、うん、それが自信にまたつながるしね、うん、まあ、過剰になっちゃいかんかもしれんけどねそれがね。確かに確かに、うんうん、ただ紙一重だよね。そうね、あ特にスポーツ選手とか、なんか青木宣親も言ったっちゃう。青木宣親も言った、あの元メジャーリーガーで今ヤクルトにね今年から、うん、僕ヤクルト、ね、所属する青木宣親選手も言ったんやけど、うん、なんか一番なんかこの世界でやっていくの大事なのはやっぱ自信ですかねみたいなこと言った。まあでもそれは能力の裏付けがあってのことを、まあそうね、ではあるけどもね、うん、うん、そしてもうね日本のエースとも呼ばれてるね、うん、巨人のエース菅野選手も言った。めっちゃ野球、うん、菅野さんはすごいよ。自信は技術でね補えるというね。なるほど、うん、メンタルは技術で補えますと言ってましたね。なるほど、まあ確かにね心えらく強くても結局技術が伴ってなかったら意味がないもんな。そう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 なんですよ、そうなんですよまあ技術あってのもんだとは思うけど、うん、ただなんか技術あってもなんかすごい自信のない人もおるやん、なんか。ああおるね、うん確かに、うん、ただそれを補えるほどなんかもう、うん、いやこんだけ練習したんだからって思えるほど努力をすれば、うん、まあ、自信っていうのは勝手にねついてくるもんなんで。そうね、自信がないとやっぱね大舞台でね、うん、ここで決めないかんって時になかなか決めることができない。そう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 、本当にだから俺もね部活の時はねあと一歩自信が足りんかったね、うん。いやでもね46先輩はねすごいですよいやいやいや、まあ、これはちょっとおいは他の動画で話していきましょうかね実はすごいっていう食べるんやな、食べるんやな、うん、スポーツでねちょっとね、はい、一世風靡してた時がありました。いや今一世だから県ではね自信まんまやっとった、うん、ただ県出るとなんか背も低いしさ、周り背高すぎてちょっとおみんな絶対俺より速いやろみたいな絶対俺より強いやろみたいな感じでちょっともう身長のなんか、うん、コンプレックスで自信を喪失する。いやどうしようもねえやろそれ今までの努力が身長によってねえねもう技術とかメンタルを返してくれや身長が。いや本当にそうだよ生まれつきやねんかあ、まあ、ということで、まあ、猫魂を耐えたんで、はい、まあ、僕たちの勝ちはね、決まりました。はい、なんかポケモンの動画で毎回なんか人生勉強みたいなのをしてますね私たちは、うん、いや偉そうに何語ってんねん22歳がポケはい、はい、ということで肉団子さん大変ありがとうございました。帰ったら肉団子いっぱい食べようね。俺も食べる。ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは隊長、今日の動画星いくついただけますでしょうか。ズバリ星2つです。はい、次回は3つもらえるように頑張りましょう。笑いという名の花探せます。いやめっちゃダセーな。